日本の仏壇を選択いたし候うえう、ー。のお客様からご質問。7月のお盆は間に合いますかごめんなさい。全然間に合いません。8月のお盆だったら、ギリギリ間に合います。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が定食なかった後期でございます。2024年6月3日今日は月曜日。あ、ちょうど今6時ですね。外気は14度。今日はあ、ちょっと今曇ってますね。朝動画でございます。 いきなり怪しいのでごめんなさい。私は、えー、仏壇リフォーム、坂本龍馬。自分で言わんとね、この、このカツラがなんか怪しい、怪しいでしょ。まあまあまあ、ごめんなさい、ごめんなさい。モーツァルトみたいになってますけどね。はい。何話のモーツァルトじゃなくて、熊本のモーツァルトでございます。はい。まあ、そういう感じで,ですね。私は、日本の仏壇を選択いたしそうの坂本龍馬でございます。自分で言わんとはからまあまあ、それはともかくですね。実は昨日お客さん、昨日ありがたいこと言うんですよ、ね。これって多くてですね。やっぱ仏壇のリフォーム、 フォームのの問いいい合合わせせ7月にに間に合いままますすけど、ね、もうすん,ません無理でございます、ね、やっぱちょっと7月は厳しかったですね。やっぱもう7月、今6月でしょう。1ヶ月半か。うーん、ちょっとですね。やっぱ8月だったらなんとか、だいたい今ですね、2ヶ月見てください。やっぱですね、今職人様がですね、少なくなってるんですよ。で 残ってらっしゃる職人さんのところに仕事が集中して参ります。当店はですね、通産大臣認定、あの、令和の名校、大坂4兄弟親方様にですね、あの、お願いしてもらってますけどですね、本当にね、集中してますからですね、それとですね、コロナになってから仏壇のリフォームが増えてるんですよね。やっぱあの、SDGs というか、 いいもの、あの、なんか聞いた話では、家のリフォームとかも増えてるって話聞きますもんね。やっぱりいいも、あの、大事。今まで、ほら、新しく新築、新築やったのが、もう今あるの、をもう一っ古民家再生じゃないけどですね、リフォームして、住むと。まあ、それはお仏壇も一緒でですね。仏壇のリフォーム、あの、いいお仏壇を長くおがみたいっていう方がですね。とても増えてきていらっしゃいますので、当店ですね、ありがたいことに、たくさんのご注文をいただいております。まあ、本当にですね、私はいいことだと思いますよ。あの、まあ、あんま大きいこと、これじゃ。 今お仏壇の新品は外国製がほとんどなんですよ中国製とかベトナム製とかですねこれは本当の話ですよただあの今ある今昔のお仏壇って日本製日本の木を使った日本製でございますので,で,す、ね、でこれをです、ね、全部いっぺん分解してです、ね、全て分解しますで使えない木は新しく作り直しますやっぱかなり古い場合には 昨日のお客さん100年以上とおっしゃってらっしゃいましたからね、朝かなり作らないかんですよって。で、漆、金箔全部剥いで金具も全部入れ替えてですね、で、あの、新しくします。で、今金箔が高いですからね、もう頑張っております。<laughs> もう本当もう、びっくりするぐらい今上がってますので困った方でございます。はい、まあまあ、空飛ぶ角としてですね、こういう感じでですね、こういう古いのがですね、こんなに綺麗に、ビフォー、アフター。 今この職人様の技というのはやっぱすごいものがありますね。これ日,本やっぱ日本の職人さんが私は仕事が一番だと思いますけどね。はいまあ、それはともかくとしてですねこういう形でよいしょ古いお仏壇がですね こんなにきれいによみがえります。はい。ただですね、今ならば、8月お盆ぎりぎり、政府間に合います。仏壇、リフォーム、修理。えー、昨日ですね、仏壇、リフォーム、問い合わせごら店て多かったです。ありがとうございます。やっぱ、皆さんですね、ネット、スマホで、熊本仏壇、リフォーム、修理って検索すると、うちが出てくるんですよね。で、あ,のありがたいことに、たくさん、あのうちは鎮西高校のご本尊とかですね、あの 専門の前に立っている白いあの仏様ですね。阿弥陀あの如来様あの当店からさせていただいております。たくさんせあの彫刻の事例がいっぱいございます。はい、えー、もう7月お盆は厳しいですね。ちょっと厳しいかと思います。8月はセーフギリギリセーフ。だから昨日のお客様にも言いましたけど、早く連絡くださいと、オッケーの電話くださいとそしたらもうすぐ取りきります。 すぐ鹿児島にそば持ってきますけって。だけ、まあ、一つよろしくお願いしますと。で、096329-0224。あの、お問い合わせください。あの、当店ですね。お仏壇リフォームのカタログも用意してますから、それ郵送で送りますのでね。はい。で、SDGs、コロナから増えてます。明らかにコロナからお仏壇のリフォーム、皆様関心が強まっていると思います。やはり、 いいものを長く拝んでいただく。それでご先祖様を大切にすることへ繋がる。それが引いてはですね、我々、今生きている我々の幸せにつながると思います。ご先祖様は我々の応援団ですね。はい。力強い応援をいただいてですね、元気に毎日明るく暮らしていきたいと思います。えー、仏壇のリフォーム。 今なら間に合います。8月お盆間に合います。はい。仏壇リフォーム、坂本龍馬でした。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は点。お祈り申し上げます。